オリンパス OMDEM1 は2013年10月にオリンパスから発売されたマイクロフォーサーズシステムのミラーレス一眼カメラである。オリンパス OMDEM1 オリンパスのマイクロフォーサーズシステムのミラーレス一眼カメラのうち OMD シリーズに属する機種で同シリーズとしては EM5 に次ぐ第2弾にあたる。本機は フォーサーズシステムの E-5 の後継機とされるオリンパスのフラッグシップ機であり、また、フォーサーズシステムとマイクロフォーサーズシステムとを統合する機種と位置づけられている。このため、マイクロフォーサーズ規格レンズ用のコントラスト AF に加えて、フォーサーズ規格レンズ用の増面位相差 AF を兼ね備え、レンズによって両者が自動的に切り替わる。なお、 本機種以降のオリンパスのレンズ交換式デジタルカメラの開発はマイクルフォーサーズのみに絞られフォーサーズシステムの新製品の予定はないとされている。ボディは当初ブラックのみであったが2014年10月にシルバーが追加発売された。2016年12月に後継機の o m d m 1 m II が発売され2017年のカメラグランプリ大賞を受賞した。 2019年2月上位モデルの OMDEM1X が発売された。ありがとうございます。